はい、ありがとうございました。それではですね、ただいま餅つきをしていただきましたので、今度はですね、大和姫と猿がですね、お餅を探しまして、さあこの お祭りにお餅を巻いたらいいかどうかということでですね、ちょっとユニークな踊りの方入ります。そして、今度はお猿さんが、お餅を探します。探しまして見つけますと皆さんにお巻きをいたしますので、まもなくお餅を巻きます。どうぞいっぱいで、ね、今日はお餅の方いっぱい用意していただきましたので、たくさんの皆さんに拾っていただけると思います。お祝いのお餅でございますので、どうぞ間もなくお餅巻きになりますので、どうぞ皆さんお餅を拾っていただきたいと思います。間もなく大和姫と猿の舞をご覧いただきます。